大丈夫かアルミ。さっきの訓練はちょっと辛かったけど。無理しないでアルミ、今水を汲んでこよう。なあ、そんなんで大丈夫かよアルミ。お前にはやっぱ技巧の方が向いてると思うんだが。おいおいアルミ、お前に脱落されたら私が困る。トロイおとり役がいなくなると面倒だからな。ちょっとユミル、そんな言い方しないで。いや、いいんだクリスタ、本当のことだから。でも必ず何とかする。お荷物なんてごめんだからね。おいアルミ、ちょっとでも体力をつけようと思って寝る前に走り込みをするようにしてみたんだけど、なかなか成果が出なくて。そんなことないよ。ちょっとでもみんなとの差を埋めなきゃって思って。ねえ、君に一つ頼みがあるんだけど、よかったら僕の体力作りに付き合ってくれないかな。本当？嬉しいよ。ありがとう。君と一緒なら頑張れる気がするよ。そっちの整理を任せてもいい？僕はこっちの荷物を片付けるよ。君との訓練のおかげかな、最近はこういう大きな荷物も持てるようになったんだ。あれ、どうしたの？チェス盤？誰がこんなところに。うん、いいよ。弊社の掃除が終わったらルールを教えてあげるね。よし、そうと決まったらさっさと掃除を終わらせちゃおう。よし、また僕の勝ちだ。ごめん、つい夢中になっちゃって。昔から頭を使うのは好きだったし、こういうのは結構得意なんだ。でも本当に困難な状況じゃこんなのはきっと役に立たないし、ちょっと座学の成績が良くたって戦闘があのざまじゃ。アルレルト、アルレルトはいるか。はい。アルレルト、貴様に用がある。うん、助かるよ。アルレルト、何をしている。ついてこい。はい。お前は早く寮に戻れ。最近はおかしな噂も聞くしな。森の方で時折不気味な声が聞こえるらしい。正体はわからんが、夜間の外出は控えた方がいいぞ。なあアルミ、さっきの講義なんだけどさ、わかんねえところがあって。おい、アルミ？ごめん、聞いてなかった。明日でもいいかな？ああ、別に構わねえけど。なあ、あいつどうしたんだと思う？確かに最近、アルミンのやつ夜遅くまでなんかやってて、あんまり寝てねえみたいなんだよな。あの様子ちょっと心配だな。手分けしてあいつを探しに行こうぜ。僕の役立たず！うわあ！いつからいたの？
もしかして見てた？嫌なことってわけじゃないんだけど、実は少し前にキース教官に呼び出された日があっただろう。あの時壁上固定法の運用について意見を求められたんだ。その時の僕の意見が実際に採用されて、ちょっとした成果を上げられたまでは良かったんだけど、その評判を聞きつけたハンジさんに調査兵団全体の演習計画を立案してくれって言われて、そんな大役僕なんかに務まるのかな。その君を見込んでまた頼みがあるんだけど、全体演習が失敗しないように手伝ってもらえないかな。本当？君に頼んで本当に良かったよ。ありがとう。それじゃあこれからよろしくね。迷惑かけて悪いけど、本当に頼りにしてるんだ君のこと。ごめんね、また訓練に付き合ってもらっちゃって。気にかけてくれてありがとう。計画はなんとかできたんだけど、僕自身の体力が耐えられるのか不安なんだ。アルミン、お前は他人に物を教えるのは得意なんだから、もっと効率的な訓練内容を考えてたな。それをこいつに教えるつもりでやってみたらどうだ。で、同じ内容を自分もこなせば、おのずと成果は出るだろう。教えるつもりでか。うん、やってみるよ。ありがとう、ジャン。効率を考えると今くらいの訓練がベストかな。ジャンの助言と君の協力のおかげでなんだかつかめてきたよ。聞きましたよ。次の演習計画はアルミンが考えたんですよね。お偉いさんにまで頼られるなんてすげえよな。で、どんな演習になるんだ。こっそり教えてくれよ。うん、構わないよ。僕が考えた演習は実戦を想定した模擬戦闘なんだけど。木で作った的を巨人に見立てての演習ですか。あれ狩りみたいでちょっと楽しいですよね。あ、でも今回はより実戦に近づけるために段階的に前線を移動させて。なんだかんだ言っても討伐数が多いやつが勝ちなんだろう。優勝者は何かもらえんのか。あ、いや、演習だから勝ち負けとかないんだけどな。あの二人勝手に盛り上がっていっちゃった。僕の説明少しは伝わったのかな。そうだね。でもコニーたちと話していて計画の改善点も見えてきたよ。一人で悩んでたらこんな前向きに考えられなかったと思う。君が一緒にいてくれて本当に良かったよ。あ、そういえばもうすぐ壁外任務もあるんだったよね。演習のことで任務がおろそかにならないように頑張らなくちゃ。お疲れ様。この前の任務ではすごく活躍してたね。君の頑張りを見てたら僕も負けられないなって気になってきたよ。今ね、演習計画の改善点を洗い出してハンジさんと一緒に検討しているところなんだ。まだ演習を成功させる自信はないんだけど、でもなんとか乗り越えられるように全力を尽くすよ。やっぱり一
引き受けるんじゃなかったかな。こんな大役僕には荷が重すぎたんだ。うまくいかなかったらもう兵団にいられないかも。ごめん。僕なりにやれるだけのことはやったつもりだけど、どうしても不安になっちゃって。チェス？そんな気分じゃないんだけど。どうだろうね、やってみる。君も上手くなったけど、まだ僕の方が強いみたいだね。そんなことないと思うけど、104機の中でなら負けないかな。ありがとう。僕に自信をつけさせてくれたんだよね。確かに少しやれる気がしてきたかも。君もチェスの腕がどんどん上達してる気がする。お互いにいい影響を与え合えてるのかな。今まで協力してくれた君に失望はさせられない。明日の演習は必ず成功させてみせるよ。みんなお疲れ様。アルミ、お前こそよく頑張ってたな。あちこち飛び回ってんの何度も見かけたぞ。なあ。本当に？そう言ってもらえるのが一番嬉しいよ。何度も練り直してやっと完成させた計画だったからね。アルミンは前からすごいと思ってたけど、今日はいつもより大きく見える。ああ、やっぱりアルミンはすげえよ。しかも今までの何倍も頼もしく見えるぜ。そうかな。君には本当にたくさん協力してもらったね。どれだけお礼を言っても足りないくらいだよ。君のようないい仲間がいてくれてよかった。僕みたいな貧弱な奴が兵士になったところで何もできないんじゃないかって悩んでたけど、自分の強みを生かしていけば何かできるんじゃないかって、この演習をやりながらそう思えたんだ。今回は君に頼ってばかりだったけど、次は僕のことも頼ってほしい。きっと役に立ってみせるから。俺とミカサはもともとお前を頼ってるとこあるけどな、これからもみんなで助け合っていこうぜ。うん、そうだね。僕ももっと頑張るよ。